車内におきまして嘔吐物が発見されたため、嘔吐物処理を行いました影響により約10分の遅れが発生いたしております。なお前から2両目の車両は本日は締め切りで運転を行います。そのため前から2両目以外からの車両からのご乗車をお願い申し上げます。遅れておりました区間快速列車大牟田駅、先ほどお隣の赤間駅を出発いたしております。18時44分ごろ3番乗り場到着の予定を見込んでおります。本日は車内に嘔吐物が発見されたため嘔吐物を処理を行いました影響により遅れが出ております。なお前から2両目の車両については本日は締め切りで運転を行いましたため前から2両目以外からの車両のご乗車をお願い申し上げます。大変ご迷惑おかけいたします。申し訳ございません。